皆さんどうもこんにちは。ドッグラングリーンドームの息子大ちゃんです。今回はキキチョコ対決。あ、頭あれどこ行くの？どこ行くの？頭だと思うけど。頭だと思うけど。本当だ。本当だ。だ。で今回はなつきちゃんがチョコレートを買ってきてくれてて、で一つが高いチョコレートで一つが安いチョコレートを買ってきてくれてるんです。なんでおとんとおかんにはチョコ2種類食べてもらってどっちが高いチョコなのかを当ててもらおうかなと思います。プリン第3弾。いや、でも手作りちゃうんよ。買ってきたやつ、今回。はい、ということで、やっていきまーす。では、目をつぶってください。はい。口に入れる？いや、あーするわ。入れてきて。では、はい、いきまーす、はい。どこにある？オッケー。はい。口に入れてください。Eat in。これ1個目。うん。中にちょっとあれが入ってるな。めっちゃ味わった。美味しい。合ってんねんね。昔のお酒の入ってるチョコレートにどんな。へぇー。昔こんなんルック。うん、なあ、ルックこんな味やったの。そう、ね、目開けてええの。待ってよ。じゃあどうしようか。2個目いく？もういい？お口直しする？水いる？うん、大丈夫。大丈夫。すごい。俺は下でお口直し。では、2つ目いきまーす。せーの。はい。うん、はいはい、はい、複雑な味やな。うん、おうんうん最初のは昔からある味やけど、二つ目はこうあんまり食べたことない味やから、あとの方が高いかな。うん、あ、私も思う。思う。うんもう一回あるで、もういい。味覚えてるからわかるわ。いける。うん、最初はこのルックの味したな、美味しいやな、味。韓国一緒だ。同じような、あの。箱持ってから。なんか、二つ目は、なんか、味が、こんなラビオ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 。いやいやいや、箱にむずい。どういうこと？ちょっと言語化してやん。どういうこと？こんなんじゃない？え、それ1個目？2個目。あ、2個目か。もう俺が、表現がないやん。表現が分からへん。1個目は ?1 個目はルック。え、表現はないんや。うん、ルックの味。最初のやつは食べたことある味やったな。うん。うん、なるほど、めっちゃ推理しとう。もういいか、じゃあ。はい。はい。では、どうしよう。せーので言う。高い方、どっちみたいな。うん、では、高いと思う方を、せーので答えてください。せーの。あと。あ、おいしいやね。では、どうでしょうか。なつきちゃん、正解をお願いします。正解は後の方です。すごーい、すごい。ちなみに、大ちゃん外しました。いや、そうな、そりゃそうやろ。俺は間違えた。ルックの味したけど。ガーナです。あ、ガーナ、あ、ガーナ、あの、これね、ガーナらしいです、これ、ガーナ。なるほど。はい、2つ目がモンノワール。二つ目が、モンノワールっていうところのチョコレートらしい。年の子やな。見た目とかについていい。うん、で、一つ目のガーナが、あら、見えへんな。ガーナか、ルックかもった。これ。ああ、なるほど。ガーナのチョコあったな、昔。あったあった。ああ、こういうやつな。ルックとか同じような味やわ。うんうん。二つ目のモンノワールがこれ。すごい、すごい。生チョコみたいな。です。なんか本当食べたけどね。え、なんかこんな感じ。こんな感じ。表面めっちゃおもろい。こんな感じ。どういうことや。味がこんな感じ。なんやろ。そうやって料理をじゃイメージしてるんや。イメージで味を捉えたんや。今日も食べたし。それだけで動画編集おもろかったな。これすごいな。こうじゃなくてこう。ちょっと斜めなの。何が違う。分かんない。分かんない。分かんない。まあそうね。なんかちゃうの？私の感覚がもう、食べた瞬間、こう。味がこうないの。え、俺がプリン作った時もそれで表現してほしかったな。味。見出しのあの、万博のソ連感がこんなんやったけどな。ソ連感。いや、分からん。分からん。こんなんやったで、ソ連感。大阪万博、3回も4回も行った。
こんな建前で。全然ちゃうやんか。話。そっか、面白かった。決めてもない理由は。何が？2個目が高いなと思った理由。だから最初がルックやったから、もう。じゃあ、絞ったね。最初はもうこれルック。ルックやから。一つ目はちゃうみたいな。いや、高級感があった。確かに、まろやかでな、なんか、あんまり食べたことない、こう、生チョコっぽい感じ。私が、もう、高いやろうなって。なるほどね。そうか。らしいです。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。